はい、こんばんは、本日は11月16日水曜日の夜7時48分というところなんですけども、ですね、金曜日の動画として、今上げているかと思いますので、そちら用でですね、今から、まあ、10分程度おしゃべりしていこうかなと思っているところです。先週とその前の1週間ですね、もう体調を崩していましたんで、まあ、そういうことができなかったので、それについてはちょっと申し訳ないなと思いながらもですね、まあ、ちょっとサボらせていただきまして、で、まあ、現時点もあんまり調子は良くないんですけども、まあ、なんとか思うところを喋っていこうかなと思っております。まあ、いろいろですね、語るべきポイントはあるんですけど、基本的には、ウクライナと世界情勢と、まあ、そのあたりの話を、まあ、ちょっと軽く今思うことをですね、まとめていこうかなと思っています。まあ、テーマとしてはですね、まあ、いろいろ語るべきテーマもあるし、なかなかですね、こう絞りがたいところがあるんですけど、まあ、テーマとしてはですね、やっぱりメディアの本質っていう、そんなイメージのお話になろうかと思います。メディアの本質、あるいはその情報の、まあ、受け取り方というか、あとはまあそうですね、やっぱりその自分で考えなきゃいけないということをですね、ちょっと皆さんに、今回の、まあ、ニュースについてのお話ということで提案していこうかなと思っています。まずですね、実は今日11月16日なんですけど、ポーランドにミサイルが落ちて2人亡くなってるんですよね、という話があります。だそれは、まあ、今日の午前中だったかなと思うんですけど、ポーランドに、まあ、ロシア製のミサイルが着弾して、でポーランド人が2人亡くなるっていう話がありました。まあ、その話をですね、皆さんでちょっと考えていただきたいかなと思うんですね。結構ですね、考えることがあります。まず、ポーランドは NATO 加盟国ですので、ポーランドにミサイルが落ちてきたということは、ポーランドに対する戦争的な攻撃があったということになります。まあ、基本的には私が話している内容はもう意見とかじゃなくて、まあ、事実をベースにして事実を話していこうと思っておりますので、まあ、そういう言い方をちょっとあえてしていますけども、ポーランドに、まあ、ロシア製のミサイルっていうところは置いといて、ミサイルが飛んできてポーランドに着弾してポーランドの国民が亡くなっているということは、ポーランドに対する戦争行為が起きたということになりますので、ポーランドとしては、まあ、もちろんその戦争に対する、まあ、何らかの措置が必要になってきますよということです。ですから、まあ、ポーランドからしてみれば、まあ、何が起きてそうなっているかというのはもちろん理解していると思うんですけど、ウクライナ紛争ですね、ウクライナ紛争によって、ミサイルが飛んできたということがはっきりしておりますから、ですから、まあ、今回のそのミサイルの責任というのはウクライナもしくはロシアにあるという話なんですね。で、単純な図式でいうと、ポーランドは NATO の加盟国ですから、NATO が支援しているウクライナの加盟国なので、まあ、普通に考えればそのロシアの責任による、まあ、戦争責任としての、まあ、そのミサイルの飛来という話になってくると思いますから、じゃあそのロシアがミサイルを撃ってきてポーランドの人が亡くなったというのであれば、NATO に対するですね、 NATO の同盟国加盟国に対する戦争行為が起きたという話になりますので、これは大問題なんですよね。つまり、戦争が、まあ、NATO に直接的な被害として及んだという話になるということですから、これで、もう第三次世界大戦の口火が切られたという話になりますよと。ですから、ロシアがポーランドに対してミサイルを撃ったということは、これはもう戦争の始まりということになりかねないわけです。なりかねないという言い方をしているのは、現実まだそうなってないし、実際にそのことについては疑義があるので、そこまで発展していないというのが、11月16日の夜の7時50分現在の話です。というのもですね、これも、まあ、かなり準備がされてたようなところではあったんですけど、ロシア製のミサイルというのはすぐに報道があったんですけど、その、まあ、ほぼ同時期にですね、まあ、アメリカのバイデン大統領がロシアから飛来したものではないというのを明言してるんですよね、ほぼ同時期に。
ですから、ロシア製のミサイルというのは分かったっていう、それはその何をもってそのロシア製と判断したかは私には分からないんですが、ロシア製だというのは分かっていると。ただそれはロシアからやってきたものじゃないというのも、まあ、ほぼ同時に分かってたんですよね。でそれはアメリカの大統領がそれを把握してたということですから、そういうことがよく分からないなと思うんですけど、ただそれは事実で、バイデン大統領は即座にそれを否定してるんですよね。でこのことからですね、まあ、ロシアからのミサイル砲撃ではないのではないかという話になりました。でこれは、まあ、事実どうかというのは分からないとしか言いようがないんですけど、ただ事実としてアメリカの大統領が、ロシアからの飛来ではないということを明言していますので、まあ、これは戦争に直結するっていうことにはならなさそうなんですよね。まあ、要するにはその NATO の敵国である、まあ、ポーランドの敵国であるとみなされるようなロシアからの飛来のミサイルではないので、まあ、これは戦争行為によるものではないという話です。で、まあ、可能性としてウクライナがポーランドに戦争を仕掛けるかという可能性なんですけど、これはまあどう考えても考えにくいので、ではウクライナからのミサイルかと言われれば、まあ、ウクライナからの戦争行為ではないという話になります。で戦争行為でなければ何なのかというと、いわゆるその誤爆ですよね、間違って撃ち込んだミサイルがポーランドに落ちて、でポーランドに人が殺されたという話になりましたと。ですからこれは、まあ、軍事的な、まあ、ある意味こう事務的な責任が、まあ、外交的なですね、外交的事務の責任がポーランドの側が、まあ、要求する、追及するという、まあ、そういう話になっているんじゃないかなと、まあ、それが多分今事実としてそうなっているんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、この今話してきた内容をですね言うと、結局はミサイルがポーランドに落ちて、でポーランド人の人が亡くなりましたと。でその責任はウクライナにあるのではないかという話になっているということです。でこれをですね、まあ、私なりの見解で申し上げますと、やっぱり一番ですね、気がかり、まあ、引っかかるなというのは、バイデン大統領があまりにも即座に否定してたところが引っかかります。でこれはまあ私の意見なんであれなんですけど、バイデン大統領というのは明らかに、まあ、私が思うにはですね、私が思うにはバイデン大統領というのは後ろで誰かが操っていると思っているんで、操り人がバイデンに、絶対に、戦争を起こすなよという言明をしたんじゃないかと私は一つ思います。で言明したっていうのが一つと、もう一つはですね、バイデン大統領があまりにも即座に戦争を回避したんじゃないか、そういうことも考えれます。つまりバイデン大統領は戦争をしたくないという思いを、反応的に反射的に、まあ、表明したんじゃないかなという気もしています。まあ、要するにはですね、まあ、バイデン大統領の行動が、まあ、かなり早すぎたんではないかなと、そういう思いもあります。バイデン大統領がその早あまりにも早くその反応しすぎたっていうのは、まあ、要するに、逃げたっていうことかなと思うんですよね。でどういうことかというとですね、まあ、結局そのこのポーランドにミサイルが落ちたのはやっぱり事故だったんじゃないかなと思うんですけど、その事故に対しての対応が、まあ、いわゆるその戦争を長引かせようと思ってる、戦争をこじらせようと思ってる人から見たら不都合だった可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。つまり、このままでは本当に第三次世界大戦になってしまうぞということに対して、バイデン大統領側が恐れたと。で、それを、まあ、密かに目指している側が、まあ、ちょっと拙速だったのかと、まあ、そんな感じに私としては思いました。まあ、つまり、ちょっとまあややこしいんですけど、私が思うにはですね、結局、事故だったんだと思うんですよね。失敗だったと思うんですよね。このミサイルのこの事件はですね、これはかなり大きなやらかしだったんじゃないかなと思っています。だからまあこの、まあ、今のですね、私が思うにはですけども、やっぱりこのウクライナ戦争の今の情勢っていうのは、ヘルソンを奪還したというところが一番大きなポイントだと思ってて、でそのヘルソンの奪還に関してはですね、まあ、いろんな報道が出ています。で、住民が喜んでいるっていうシーンもテレビにはあるんですけど、まあ、しかし私としてはそれをですね、にわかに信じるべきではないと思っていて、まあ、以前もお話しましたけど、
その映像というのはいかようにも作れるんですよね。いかようにも作れる。だからいかにも市民が喜んでいるようなシーンを作ることもできるし、まあそういうことなんですよね。まあそれを考えたときに、まあうがった見方をすればですけど、本当にパラパラとしか人がいないところで、撮影されてましたから、すごく喜んでる人が非常に少ないんじゃないか、まあ、あるいは演出の仕様もなかったのかなとか、まあ、そういうふうに思っていますけども、まあ、要するにヘルソンの奪還というのがですね、まあ、ぬか喜びか、まあ、あるいはですね、喜びを表現することが難しかったっていうふうに私は捉えています。だから、まあ、このヘルソンの奪還というのの後に何が起きるかっていうところで考えたときに、まあ、おそらくロシアが多分猛然と多分反撃してくるんじゃないかなという予測ですね。この予測が立つのかなと思っています。で、結果としてロシアが猛反撃をしたときにウクライナがまた多分ガーンと、まあ、落ち込むっていう、まあ、流れは、まあ、ほぼ確定しているような気がしているんで、まあ、結果としてぬか喜びみたいな報道を、まあ、今回、まあ、なんとか上手に見せたかったんでしょうけどね、結局あんまり上手に見せることはできてないのかなと思います。で、またもう一つあれなのは、やっぱりポーランドにミサイルが落ちた今回の件をですね、弁護のしようがないんですよね。だから、まあ、コメントなんかを見てて本当に思うんですけど、11月の半ば、まあ、15日ぐらいからなんですが、ヤフーのコメントは電話番号を登録した人しかコメントできないようになってます。ですから、まあ、ヤフーの記事というのはそもそもウクライナにもう思いっきりべったりくっついているような記事しかないし、でましてや今までは多少良識のあるコメントがあったりもしたんですけど、それすらもうなくなったという話なんですが、まあ、結果としてですね、ウクライナポーランドのロシア製のミサイルが落ちましたっていうのに対してコメントはですよ、コメントは即座にロシアがやったんだっていうことを書いてるんですよね。で、そのコメントを書いてる記事が出て1時間2時間ぐらいした頃の記事で、バイデン大統領が即座に否定してるんですよね。つまりロシアの砲撃ではないとほぼ言い切ってましたと。で、その後のコメントを見たらですね、いずれにしてもロシアがもともと悪いんだからロシアが悪いっていうようなことを言ってる人たちのコメントが出てるんですよね。で、それにしても歯切れが悪いんですよね。結局今回の紛争、まあ、今回の戦争はもうロシアが完全悪だっていう世論からスタートしてますから、だからウクライナも悪い点があるっていう話ができないんですよね。だからウクライナも悪いよねっていう話をする空気を、まあ、やっぱりメディアはそれを作りたくないんだと思うんですよね。なんでしょうね、まあ、日本人的な思想発想からすると非常に不可解なんですよね。まあまあ、私の発想からすると、まあ、大体戦争に正義はない、正義はないし一方的な悪もないしっていう、そういう話からすれば、そもそも報道が偏りまくってる時点で非常に違和感しかないんですけど、さらに滑稽なことにですね、そのウクライナのミスっていうそういう作図を作れないんですよね、メディアの今のやり方のメディアではですね。だからウクライナも悪いよねっていう言葉すら出せないような状況の中で、バイデン大統領があまりにも早く否定してしまったんで、だからこう振り上げた拳を下ろせなくなっているような状況があると思います。で、さらに今回のヘルソンの奪還でもあまり演出ができなかったとなれば、その後ロシアが反抗してきた時に、どういう報道に持ってくるのかなということなんですよね。まあ、今回ポーランドに、まあ、誤爆しましたよっていう話でほぼ固まってきてるん で、結局ポーランドの人が亡くなってますから、まあ、もうこれ以上ウクライナを支援することはできないという話になると思うんですよね。で、まあ、実はもう一つですね、ちょっと触れておきたい一つ大きなポイントは、やっぱりアメリカの中間選挙なんですよね。アメリカの中間選挙もメディアはバイデンの勝利っていうふうに、まあ、本当に書きたいんでしょうけど、まあ、とてもじゃない、バイデンが勝った、民主党が勝ったとは言えない状況を、まあ、今作り出されていて、で、ウクライナに対する莫大な支援とかが咎められている中で、今回のポーランドに対する誤爆という話ですから、これもバイデンからしてみたら相当立場が悪い状況なんですよね。だからこそあまりにも早い否定をしたのか、
まあでもそれも結構ですね、政策としては多分かなり厳しいですよね、実際。だからまあ、結局ウクライナの戦争を長引かせたい人からしてみればですね、まあ、非常に状況が悪いんじゃないかなと思ってる次第です。まあ、おそらくですね、私が思うには、多分ウクライナはすぐにヘルソンの奪還の、まあ、勝利ムードを多分一変するような出来事がもう間もなく起きると思います。というか、まあ、国民は今本当に疲弊していて、電力もなくてインフラが破壊されているの中で、どうやってそれを祝えばいいのかっていう話なんですけどね。まあ、結果としては今そういう現況がありますから、まあ、それをまあ、今回のそのポーランドの誤爆を受けて、世論がある意味逆に傾くっていう状況もある中で、まあ、どういうふうに進めていくのか、まあ、メディアはどう展開していくのかというのも含めてですね、この戦争の行方をしっかり見守っていきたいかなと思っているところですね。はい、まあ、ちょっとバーッと喋りましたけど、大体、まあ、ちょっとまとまったかなと思いますので、一応この辺りにしたいと思います。はい、ということで、まあ、今ちょっと亀ちゃんが脱走しようといろいろ頑張ってるところではあるんですけど、まあこの囲いの中からはそうそう逃げられないんですけどね。まあでもやっぱり、逃げたいんでしょうね。はい、まあそういうことで、まあ、一応ロシアとウクライナの、まあ、これからの、まあ、ポイントはやっぱり世論かなと思います。結局として本当にウクライナの正義なのかというところに気づく人が、おそらくもうそろそろ増えてくるんじゃないかなと思っていますので、まあ、私としてはですね、まあ、別にロシアの肩を持つつもりはないんですけども、ただメディアがあまりにもロシアの肩を持っていないので、それではバランスが悪いだろうと思っているところではありますね。はい、ということで、今回は以上にしたいと思います。それでは皆さんもですね、ぜひ、ロシアとウクライナの戦いをぜひ興味を持って見ていただければと思います。はい、それでは失礼いたします。